はい、インドの日本語教師の皆さん、こんにちは。このビデオは、国際交流基金ニューデリー、日本文化センターのオンデマンド日本語教師研修の、ビデオです。このビデオでは、Google スプレッドシートの基本的な関数を使って成績管理をする方法をご紹介したいと思います。はい、まずその続きですね。ごめんなさい。はい、前半のビデオではこのように、日付を入れて平均を計算する方法をご紹介しました。このビデオではこの合否、合格したか不合格だったか、それを計算する方法についてご紹介します。はい、それをまず合格をですね、ちょっとこれで見てみると、平均点が42点ですから、では例えば合格点を40点としてみましょう。じゃあまずはプラバースさんから計算します。はい、ここにイコール if というふうに入れますね。イコール if で、開いて、じゃあこの G3 ですね。G3。つまり、プラバースさんの点数が40より多いかどうか。それは、この、G3 大なり40、コンマ。これが、そういう意味です。つまり、プラバースさんの平均点が40点より多いかどうか。で、その場合はどうするかを次に書きます。その時に、じゃあ、passed。はい、合格。あ、D がなかった。はい、合格と入れましょう。40点より大きかったら合格。で、その次には、この条件に合わなかった時にどうするかということを書きます。では、ここでは不合格なので、failed にしましょう。はい、そして括弧を閉じて、Enter キーを押します。はい、プラバースさんは40点より少なかったので、failed になりましたね。はい、正しいです。では、これをずっと下の方まで、コピーします。はい、このように、40点より大きい人は、passed がついて、40点より少ない人は failed が表示されるようになりました。これで、この合否の、計算の仕方は終わりです。次のビデオでは、順位の出し方をご紹介したいと思います。さよなら。